ブルー・ミッチェルはアメリカ合衆国のジャズトランペット奏者。伸びのあるクリアーな音色でハードバップ機には人気を集めた。バンドリーダーやサイドマンとしてリバーサイドやブルーノート、メインストリームといったレーベルに多くの録音を残した。フロリダ州マイアミ出身。ハイスクールでトランペットを始める。ブルーというあだ名も当時に遡る。ハイスクールを卒業すると ポール・ウィリアムズや、アール・ボ・スティック、チャック・ウィリスらのリズムブルースのバンドで演奏した。マイアミに戻ってから、キャノンボール・アダレーに見出され、1958年にアダレーと共演して、ニューヨークのリバーサイドレコードへの録音に参加した。その後は、ジュニア・クックや、ジーン・テイラー、ロイ・ブルックスと共に、ホレス・シルバー・クインテットに入団する。1964年に、 ピアニストに新人チックコリアをまた当時病気中のブルックスに代わってドラマーに若手のアルフォスターを迎えクックやテイラーを引き連れて自らのクインテットを結成してブルーノートレコードに多数の録音を行ったが1969年に解散したその後は1971年までレイチャールズのツアーに同行した 1971年から1973年まで、ジョン・メオールと共演し、アルバム、ジャズ、ブルース・フュージョンにも参加した。1970年代半ばからは、ソウル・ミュージック、ロック、ファンクといったジャンルで、セッションマンとして、録音や演奏に携わり、ルイ・ベルソンや、ビル・ホルマン、ビル・ベリーのビッグバンドや、トニー・ベンネットや、レナ・ホーンラのソリストと共演した。 ルードナルドソンや、グラント・グリーン、フィリー、ジョー・ジョーンズ、ジャッキー・マクリーン、ハンク・モブレー、ジョニー・グリフィン、アルコーン、デクスター・ゴードン、ジミー・スミスらのリーダーアルバムにも参加している。活動の幅を広げる一方で、晩年まで、テナーサックスのハロルド・ランド・クインテットと従来の、ハードバップスタイルの演奏を続けたが、1979年5月に、 ガンのためロサンジェルスにて49歳で死去。来日経験があり日のテルマサと交流があった。他の共演者は、ウィントン・ケリー、サム・ジョーンズ、ベニー・ゴルソン、アート・ブレイキー、ポール・チェンバース、チック・コリア、レオ・ライト、ジョー・ヘン・ダーソン、ハービー・ハンコック、ハロールド・メイバーン、ジュリアン・プリースター、ペッパー・アダムス、シダ・ー・ウォルトン、マッコ・イ・タイナー等が挙げられる。AB アルミュージックバイオグラフィーありがとうございます。